こんばんは、わしみです。今日もご質問をいただきましたので、そちらにお答えしたいと思います。いただいたご質問の方が、こんにちは、はじめまして、YouTube を参考にさせてもらっています。質問があります。砂糖式のテーピングは、長径靭帯炎に効果があるでしょうか。私はマラソンで半分を過ぎたあたりで右膝、外側が痛くなることがあります。おかげで、歩きと走りを繰り返し目標タイムを大幅に超えてしまいます。長径靭帯がつながっている腰回りの筋肉などが硬いようです。テーピングはその腰回りの筋肉を緩めるような効果があるのでしょうか。ご教授していただければ幸いです。よろしくお願いします、ということでした。で、まずですね、結論です。結論から言うと、腹筋理論のテーピングはまあ有効なのかなと思います。というのが、長径靭帯炎とか膝の外側っていって、こっち側ですね、こっち側は心筋になります。で、テーピングですね、テーピング使うっていうことは、クッキングを筒状にして構造物の、収縮ではなくて拡張方向に力を発揮させるっていうことをするグッズになるんですけれども、大体皆さんは筋肉をその拡張じゃなくて収縮させる。で、特にマラソンとかみたいに継続してずっと運動するときに収縮しっぱなしになると、こっちは収縮してるし、こっちも収縮してる、要は縮みっぱなしの状態で、心筋側っていうのは腹筋側が縮むことによってこっちは引っ張られます。で、引っ張られるのを引っ張り返して、要はずっと引っ張られてる状態が続いて、で、それが引っ張られすぎることによって、その、長径靭帯炎とかですね、もう単純に膝とかそういうのが痛むよっていうのが多いと思います。で、それは今言ったみたいに筋肉が収縮して引っ張ってる状態を作ってると、もしくは心筋側で引っ張って体を動かしている、要は筋肉が縮むっていうことですね、をするんですけども、腹筋理論のテーピングをするっていうことで、拡張方向、筋肉が縮むことで使うんではなくて、拡張、広がることによって筒状になって抵抗して使うっていうことができるようになりますので、参考、有効かなと思いますので、ぜひ参考にしてやってみてください。で、テーピングするときに気をつけることとしては、あんまり強くやりすぎちゃうと、長時間ですね、使うと体に対する負担が大きくなりますので、なるべく緩い力で、動画とかご覧になってもらうと、もう貼るだけでしてると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。このように砂糖式リンパケアの理論やセルフケアをご紹介しておりますので、よろしければチャンネル登録のお願いします。はい、以上です。ありがとうございました。